改めまして誕生日おめでとうございます。ありがとう。ということで今日はねプレゼントを持ってきましたので、はい、これ何入ってると思いますか。これね結構当たったらすごいです。何だと思いますか。お金。お金じゃないです。もうちょっとねプレゼントっぽいな。もう入ってないよ。いやそんなことないですよ。結構大きいものです。正解はワインです。じゃあ本物のワインです。ここに入ってたの。これ4時間ボケです。それでは解説スタートです。はい、このマジックねめちゃくちゃかっこよくないですか。ぜひねやってみたいと思ってくれた方は高評価ボタンを押して後で見返して練習できるようにしておいてください。実演みたいにねプレゼントを渡す時に演じてもいいですし、家で友達と遊ぶ時とかにねこうさっと飲み物を出すとか、結構いろんな場面でやりやすいマジックです。あと僕は人前でマジックのショーをしますってなった時に最初に演じてねこうワインとか出すとすごい盛り上がりますので、つかみとしてもすごい優秀なマジックです。しかもこのマジック簡単です。準備するものは実演みたいにねワインとかでもいいですし、友達と遊んでる時だったらペットボトルの飲み物とか、こういったね筒状のお菓子でもできます。はい、何でもいいので用意したらですね、これをどこに隠すのかというと、はい、これ今隠してるんですけれども、単純にねベルトとかに挟んでおきます。僕はね見ての通りベルトしないタイプの人間なので、こんな感じでゴムで伸びるズボンを履いて無理やりここに突っ込んでます。あとはジャケットとかジップタイプのパーカーみたいな前が開いてる上着を羽織ればこんな感じでね、はい、言われなければ気づかないぐらいには自然になります。次にこんな感じのね A4 サイズ対応の封筒を1枚何でもいいので用意します。そしたらこの封筒を折りたたんでいくんですけれども、この蓋がついている側が内側に来るように、はい、大体半分に折ります。こんな感じですね。向き間違えないようにしてください。そしたらね、蓋は折っちゃって、今度はこの蓋が内側に来るように半分に折ります。最後にもう半分にしたら、しっかり折り目をつけます。そして、封筒を開くと、はい、この蓋がついている側の面の半分のところに折り目がこんな感じでね、谷折りについていると思います。この半分のところにカッターとかを使って、大体これくらいですね、切れ目を入れます。僕はこんな感じでノートをね封筒の中に入れちゃって、カッターでこんな感じでね半分のところに切れ目を入れてます。怪我には十分気をつけてください。はい、蓋がついてる側の面にですねこんな感じの切れ込みを入れたら、最初説明した折り方と同じように折りたたんで準備完了です。僕は普段ねこんな感じで封筒が開きっぱなしになるのが嫌なので、輪ゴムとかでね止めてます。はい、この紙袋をポケットの中にしまっておいて、出現させるものをねこんな感じで服の中に隠しておけばセット完了です。それでは次に手順を解説していきます。このマジックは基本的に立った状態で行います。そして腕まくりした方がやりやすいと思います。さっき折りたたんだ封筒を取り出して、これ渡そうと思って用意したんですけれども、何が入ってると思いますかと質問します。僕の場合ねお金って即答しちゃう人が周りに多いのでね、ちょっと人付き合い見直さないといけないかもしれないですね。この隠してるボトルがチラ見えするか心配な方はちょっとねこんな感じで角度をつけると見えにくくなります。はい、封筒を開いていくときにそのまま開いちゃうとですねこの切れ目が相手に見えてしまいますので、開きながらこんな感じでね回転させて切れ目が自分側に来るように折っていきます。こうするとさりげなく封筒に仕掛けがないことを示すことができます。そしてこの時ね封筒を横向きにして広げてください。そしてこの蓋の部分を上に持ってくるんですけれども、この動きの時にさりげなくこっちの腕でですねこのボトルの先を、はい、こんな感じでちょっとだけ真ん中にずらします。こんな感じでずらしたらそのまま封筒の中に手を入れて、この切れ目からですねボトルの先を掴んで持ち上げます。そして前の方に持ってきて、実はワインが入っていましたと言って封筒から取り出します。取り出す時にもたついてこんな感じでガサガサやったりね、紙袋の位置が極端に低かったりするとすごい怪しいので、さっとねボトルを取り出せるように練習してみてください。はい、やり方は以上になります。最初にも言った通り結構いろいろなものをこの封筒から取り出せますので、例えばプレゼントを渡す時とかにね、はい、こんな感じのお財布とかこんな感じのゲームソフトとか、あとは本とかも取り出せますね。これはいよいよ今日発売の僕の本ですね。はい、しょうもない茶番を失礼いたしました。先日動画でもお伝えしましたが、本日6月4日から全国の書店に並びます。そして Amazon では一時期売れ筋ランキング1位になってました。ありがとうございます。この本には厳選した12個のマジックと、さらにマジックで人に好かれる方法まで載せている今までにない本になってますので、気になった方はぜひ購入してみてください。改めまして今回角川さんから出版のお話をいただいたのは、動画を見てくれている皆さんのおかげです。本当にねいつもありがとうございます。コメントでねマジックを誰かに見せましたよって報告がすごい嬉しいので、ぜひコメントしてくれたら嬉しいです。それではまた次のマジックもお楽しみに。バイバイ。